アン -26 輸送機371号機。1980年12月11日から1990年10月3日まで、TS-24 に所属した第24輸送航空隊は、国家人民軍航空軍が有した、大体規模の航空部隊である。物資、人員の空輸を主な任務としており、前線及び軍事輸送航空隊指揮所に所属した。 1963年5月2日、国防大臣が署名した14-63号命令に基づき、デッサウ飛行場にて、第17輸送航空団の一部をもって、第27輸送航空隊が創設された。またこの部隊に対する各種支援を行う、付属部隊として、第27航空技術大隊が設置された。1963年10月、部隊は、 ドレス電飛行場に移動する。1971年12月1日、部隊は第24輸送航空隊及び第24航空技術大隊に解消される。1975年以降は、略称が TS-24 に改められた。第24輸送航空隊は、4個輸送機、決定と2個護衛機決定で構成されていた。 航空軍士官学校で4年も及び最終年度に行われる誘導員演習には第24輸送航空隊の案 -26 輸送機が使用されていた。また、地上軍の高架量兵部隊である第40航空、突撃連隊の輸送及び訓練にも同期が扱われた。1990年10月3日、第24輸送航空隊は、 連邦空軍の航空輸送集団に移管され、第65空輸航空団に統合された。後に、第65空輸航空団府、ドレスデンクロチェ空輸体と解消され、1992年11月に解散した。ありがとうございます。